ハローワールド、どうもヤスンです。今日は Amazon コネクトの入門として、まず Amazon コネクトを始める前に知っておいた方がいいと思われる要素をですね、説明していこうと思います。まず Amazon コネクトっていうのは AWS が提供しているコールセンターをクラウド化するというサービスになります。コールセンターをクラウド化するって言われても全く意味わからないと思うんですが、コールセンターをですね、クラウド上でポチッと作れるっていうサービスですね。 AWS にログインして Amazon コネクトのサービスを選んでインスタンスを作成すると、クラウド上にカスタマーセンターができまして、例えばですね、あの電話のオペレーターの方を3人とか雇ったとして、その3人が Amazon コネクトにつなぐことで、その3人が電話を受けれるようになるんですね。なんか0120にかけたら、何々の方は1番を、何々の方は2番を、何々の方は3番をみたいな感じになる。それで1番を選ばれたら1番の人、2番を選ばれたら2番の人みたいな、そういうですね、ルーティングみたいなのをやれたりとか。通常このカスタマーセンターっていうのを普通に作ろうとすると、なんか PBX っていう機器が必要で、それがですね、非常に高いらしいんですけど、この Amazon コネクトはクラウドなので、パッとですね、初期費用ゼロで作れて、重量課金だけでですね、非常に安く使えます。安いんですね。半年くらい Amazon コネクトをちょっと使ってるんですけど、大体3000円から4000円くらい引かれてます。 Amazon コネクト自体はですね、もうすごい素晴らしいサービスで、中小企業とかベンチャーとかがですね、自分のコールセンターを持ちたいってなったらですね、これ使うと速攻で持てるんでめちゃくちゃいいんですけども、実際に自分で最初作ろうとすると、なんかいろんなワードが出てきて、もう正直意味わからんみたいになります。なので結構ですね、最初作る時に挫折した人って多いんじゃないかなと思っていて、でこの挫折する理由としては、なんか問い合わせフロー、旧ルーティングプロファイル、ユーザーみたいなののですね、電話番号も、このあたりの関係性が何の説明もなしにいきなり作成画面に入るんですね。説明ないんで全くわからないんですよ。なんか電話番号を取って問い合わせフロー、旧はわかる、ルーティングプロファイルはわからんみたいな、説明くれっていう感じなんですね。初心者が挫折するしかないんですよ、このシステム。なのでやすんちょっとこの挫折をですね、一度経験して今は理解していますので、このあたりを知っておくと Amazon コネクト簡単にコールセンター作れるようになるよっていう情報をですね、お伝えしたいなと思っております。なので今回 Amazon コネクト入門なんですけど、 Amazon コネクトの始める前に知っておいた方がいいことの説明をします。本当 Amazon コネクトは一回自分で作ってみてほしいんですけど、速攻で挫折しますので、秒で挫折するサービスが Amazon コネクトなので、挫折後にですね、来ていただいても大丈夫です。今ここでストップしていただいて、 Amazon コネクトちょっと作ろうかなってやってみて、はい挫折、はい戻るみたいな感じでもですね、大歓迎ですので、見ていただけると嬉しいです。ではまずですね、一番最初、ここ電話番号から始めていこうかなと思っていて、電話番号は皆さんわかりますよね。電話番号っていうのは、電話をですね、受け取ったり、発信したりする番号ですね。はい。電話番号です。電話番号、これですね、Amazon コネクトのインスタンス作ると、なんかダッシュボードみたいなのが出てきて、一番上が電話番号なんで、そこでですね、電話番号を取得したりできるんですね。アメリカ、オーストラリア、イギリス、日本みたいな、なんかいろんなところの番号を取ろうとしてきて、日本の番号もですね、取れます。ただですね、この放送現時点では日本の番号がですね、枯渇している可能性が非常に高いんですけども、おそらくですね、今見ていただいている皆さんがやるときには、おそらく電話番号取得できるようになっていると思います。そんな感じでですね、電話番号って有限なので、IP アドレスよりさらに有限みたいな感じなんで、早めにですね、取得しておくことを、推奨しますが、電話番号で取れるのは050番号と0120番号と0800番号の3種類のですね、電話番号が、昔は取れました。今はもう取れるはずなんですが、枯渇している。050番号と0120番号はですね、安知ってたんですよ。なんか0800番号って、あれ携帯番号みたいな感じだったんですが、なんか0800番号もフリーダイヤル、なんかただの番号みたいな、なんかそんな感じらしいんですが、ちょっとよくわかんないです。適当に言いました。はい。とりあえずですね、3種類の電話番号が取れます。大体ですね、皆さん欲しいのは、050か0120、どっちでもいいんですけど、0120の方がちょっと高いのかな。なんかそんな感じのはずなんですが、ですね、0120番号すぐ取れるので、取ってみると、ここ電話番号を取るとですね、なんか謎のですね、問い合わせフローを設定してくださいっていう感じになります。いきなり問い合わせフローと言われても何のことやらわからないんですけど、問い合わせフローっていうのは、電話番号をこうフリーダイヤルのところとかにかけると、大体こう一番最初になんか、お電話ありがとうございます、何々の方は1番を、何々の方は2番をみたいなですね、それが流れると思うんですけど、あれみたいな、番号を押すあれが問い合わせフローです。電話番号あるとですね、問い合わせフローを設定するんですね。それはなんでかっていうと、電話番号を受
受信したらどういう動きをするかっていうのを定義しているのがこの問い合わせフローだから、まあ、例えばですねもう何番とかを押さずにいきなり誰かにつながるようにするっていう時はもう問い合わせフローからそのユーザーにつなぐみたいなのをですねこのロジックの中に書くんです。でこの問い合わせフローっていうのをどういう感じに作れるかっていうと、まあ、ちょっと今画像を表示してると思うんですけどなんかですね GUI でこう簡単にこうロジックをですねつなぎながら、この問い合わせフローを作っていきます。これはですね多分素人でも結構簡単に作れるような GUI でやれるようになっているんで、まあ、初めてですね触る方も大体見てやったら分かります。なのでですねなんかエンジニア向けではなくてエンジニアじゃない人でも結構できると思うんですがやっぱりですねエンジニアにしかできないことっていうのも結構あってラムダを起動するとかこのですね Amazon Connect のこの電話をキネシスビデオストリームっていうですね、まあ、ビデオストリームに音声データを流すとかなんかそういうことができて、まあ、それをですね、ラムダで取得してなんとかするとかなんかそういうこともですね、やることができます。で今ですね電話番号と問い合わせフローの関係分かったと思うんですけどそこからですね旧ルーティングプロファイルユーザーっていうのが出てきます。旧って何かっていうと、まあ、待ち行列ですね。かかってきた電話をこう待つじゃないですか。結構その0120にかけたりするとまあなんかすげえ待つなみたいなことよくあると思うんですね。10分とか15分とか待つかもしれない。あれはですねこの旧っていうのに入ってまだ処理されてないから待ってるんですね。この問い合わせフローによって電話がですね振り分けられてこの問い合わせ、まあ、例えば1番は1番の旧、2番になると2番の旧とかなそういうのをですね振り分けます。でこの旧っていうのがなんでユーザーと別で存在してるかっていうと電話って1人が受けるわけじゃなくて1個の電話に対してこう複数人いるじゃないですか。なのでこの旧に対してこうユーザーというかオペレーターがですね、まあ、N である必要があるんですね。旧が1に対して N である必要がある。なので、まあ、旧にユーザーがついてるかと思いきやさらに間があります。というのもユーザーって1つの電話番号から受けてる場合もあるんですけどユーザーはいろんな電話番号から受けてるっていう場合もあるんですね。なので基本的に関係が N 対 N である必要があります。この Q が、N 個のですねルーティングプロファイル、存在するんですけどこの N 個のルーティングプロファイルに属するユーザーのいずれかの人で、まあ、最近ですねあんまり電話取ってない人とか今暇な人にルーティングをするというようになります。なのでこの間にですねルーティングプロファイルが必要なんですけどこのルーティングプロファイルで何ができるかっていうとルーティングプロファイルに対して Q が N 個あるんですがこの Q のですね優先順位をですね決めたりすることができます。まあ例えばですねこの電話番号は緊急だからまあすごい優先度が高いこっちはですね普通の問い合わせだからちょっと優先度が低いみたいなことをですねこのルーティングプロファイルでできます。あとですねまあルーティングプロファイルの役割としてはオペレーターが同じような役割の人をこうグループ化してまとめているみたいな感じですね。この部署の人はまあこのルーティングプロファイルみたいなこの部署の人はこのルーティングプロファイルとか、まあ、そんな感じですね。おそらく利用するんだと思います。で、このルーティングプロファイルとユーザーの関係は、まあ、1対 N ですね。ルーティングプロファイルっていうのはユーザーのグループと思うとすごいわかりやすいんで、ユーザーのグループなので、ルーティングプロファイル対ユーザーは、まあ、1対 N の関係になっています。で、ユーザーに対してですね、セキュリティプロファイルが何かっていうと、まあ、セキュリティ上の、まあ、権限みたいなイメージでいたらいいかなと思います。このユーザーはアドミン、このユーザーはなんかシステムアドミン、このユーザーはスーパーバイザー、このユーザーはオペレーターみたいな、なんかそういうですね分け方をしたいとかそういう時にこのセキュリティプロファイルを作ってこのセキュリティプロファイルでですねなんか各権限に対してなんかこれはできるこれはできないみたいなのを設定できます。それはですねセキュリティプロファイルを作る時にちょっとどういうことができるかっていうのは見てほしいんですがこのユーザーに対してセキュリティプロファイルっていうのがまあついています。でセキュリティプロファイルに対してまあユーザーは N 個でユーザーは一つのセキュリティプロファイルを持てる。さっきですねちょっと説明忘れましたけどこのルーティングプロファイルユーザーはですね一つのグループにしか入れません。一つのルーティングプロファイルしか持てないです。だいたいですねざっとこういう関係になっているんですよ。ちょっとここにですねちょっと謎の線があるんでそっちもですね少し説明しますとコールセンターってですね電話を受けるだけじゃなくて結構ですねアウトバウンド外にですね電話かけるっていうのもやるんですよ。なんか0120から電話かかってきたことあるって人結構いると思うんですけどそれも結構やるんでですねアウトバウンドってこう書いてあるやつはですね全部外に電話かける時の関係を表していてルーティングプロファイルは一つのですね、デフォルトアウトバウンド Q っていうのを設定できてこのルーティングプロファイルに存在するユーザーが電話をかけるときはこの Q からかけるっていう設定ができます。1個しか設定できないですね。デフォルトのアウトバウンド Q は1個で、Q からですね、Q に対してアウトバウンドの電話番号っていうのを設定できて、Q からですね、電話番号一つですね、設定できます。まあ、安んですね、これちょっと調べてた時に、なんかルーティングプロファイルが Q を1個アウトバウンドで持ってて、Q が電話番号を持ってるような、なんかルーティングプロファイルから電話に持てばいいんじゃないのって、ちょっと思ったんですけど、おそらくですね、こういう関係になっているのは、ちょっとですね、ここもう覚えなくていいんですけど、おそらく Q 上にいる、まあ、ユーザーがなんか忙しくなったら、そのユーザーにはこう振り分けないとか、そういうところでおそらくデータを利用してるんじゃないか
かなと思うので、こういう関係になってるのかなと思いますが、まあ、結構ですねこの関係も結構分かりにくくて、 Q に対してですねアウトバウンド電話番号設定するんで、なんか Q にユーザーが属してそうな感じがするんですけど、さらにルーティングプロファイルが一つのデフォルトアウトバウンド Q を持つみたいな、なんか変なですね関係になってるんですが、ちょっとですねここは入門編としては結構余計なので、頭の片隅に置いといて、安なんか昔そういうこと言ってたなくらいになるとですね、おそらく学習スピードがですね上がると思うんで、なんか頭の片隅くらいに置いておいてください。ちなみにですねこの問い合わせフローが振り分けるって話をしたんですけど、この問い合わせフローって自由にロジック書けるんで、ユーザーにですねいきなり振り分けるっていうことができます。なのでですねこれ問い合わせフローから Q と問い合わせフローからユーザーっていう2つの分岐をですね書いてるんですが、どっちにもですねできますし、この問い合わせフローでですね設定すると、結構このユーザーって名前なのにもかかわらずエージェントって呼ばれるんで、ユーザーイコールエージェントみたいな感じでですね覚えておいてください。エージェントって何やと思ったらユーザーのことなんで、ちょっとですねなんか統一しろっていう風に安思っているんですが、ユーザーとエージェントは同義です。ただですねエージェントって言った時に、このセキュリティプロファイル上のエージェントみたいなのもあって、なんかちょっとですね同義と言いましたけど、微妙に同義じゃなかったりするんで、まあちょっとですねそこはですね勉強しながら覚えてください。ユーザーっていう塊はあって、あとエージェントっていうのもあるんですけど、ちょっとですねうまく説明できないので一体活躍しようと思うんですが、はい、大変申し訳ない、ちょっとエージェントっても呼ばれるって言ってたなくらいに覚えておいてもらえると嬉しいです。はい、今日はですねこのAmazon Connectを入門する前に、まず知っておかないと挫折するっていうところをですね、ご紹介しました。Amazon Connect 素晴らしいサービスなんですが、正直ですねいきなり入門すると挫折する可能性が90何パーセントかくらいあるので、安のですね今のご説明を聞いて、まあ、少しは理解できたと思うので、ここから Amazon Connect に行ってほしいなと安のは思います。またですね要望があれば、問い合わせフローの作り方とか、問い合わせフローって言いましたけど、なんかフローがですねなんかいくつかあるんですね、なんかいろいろあるフローの種類の説明とか、そういうこともですねやっていきたいと思うので、どしどしコメントいただけると嬉しいです。では今日は以上で終わりたいと思います。衝撃のファーストブリ、最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。